皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。本日はこちら Bレジェンドプロテインカップケーキ激うまチョコ風味ですね、レビューをやっていきたいと思います。ボディメイクしてる方であったり、ダイエットとかをね、こうされてる方がね、多いかと思うんですね。そういった方もね、普段甘いものとかをね、控えてる傾向にあると思うんですけど、どうしてもね、甘いものがね、こう食べたい時っていうのがやってくるんですよね。でもそういった時にね、罪悪感なく食べれる甘くて美味しいカップケーキですね。本日はこちらのね、紹介をしていきたいと思います。パッケージね、可愛いですよね。膨らんだね、カップケーキが非常に美味しそうですね。まあ、用意していただくものはこちらのカップケーキの素ですね。お水とこういったマグカップであったり、耐熱の効くね、陶器類でしたらね、問題ないかと思います。こちらね、3点ご用意ください。1点注意点としまして、シェーカーで電子レンジかけちゃうと変形とかね、してしまう恐れがありますんで、耐熱の効いたね、陶器マグカップなんかで作ってください。こちらのね、マグカップの方にカップケーキ激うまチョコ風味を入れていきます。もうパウダーは B レジェンドの激うまチョコ風味とよく似たパウダーになりますね。マグカップの方に全部入れていきます。水40ミリを加えてダマがなくなるまでかき混ぜます。まあ、チョコレートのね、いい香りがしてますね。しっかりねかき混ぜて、ダマがなくなりましたんで、ラップをせずにね、あの電子レンジにかけてください。加熱時間の目安なんですけれども、500ワットの電子レンジのご家庭の方は約2分、600ワットのね電子レンジのご家庭の方は1分40秒目安にね、電子レンジで温めてあげてください。電子レンジにかけてきますと、約2分温めてきました。かき混ぜたものをレンジでチンしただけで、しっかりとふっくら出来上がりました。もうこんな感じでね、しっかりとできてますね。いただきます。ホクホクですね。激うまカップケーキ。こういったね、タンパク質がね、多いカップケーキって、硬くなるイメージなんですけど、イメージしてたより硬くなくてね、チョコレートの、ね、香りもね、しっかりして、非常にね、美味しい仕上がりですね。減量中の方であったり、ダイエットしてるよっていう方で、まあ、そういったタイミングに取れる PFC のね、バランスだと思います。まあ、このカップケーキ全部食べたとして、エネルギー 144.7kcal ですね。タンパク質が 16.1g 取れて、脂質がもう非常に低い 0.9g ですね。炭水化物がね、19.5g。割合としてね、糖質がね、17g と、食物繊維が 2.5g ですね。食塩相当量が 0.3g とね、間食のタイミングなんかでね、取っていただける PFC バランスかと思います。電子レンジでチンすれば膨らむんで、非常にボリュームもあります。ダイエット期間中とかのね、間食に満足できる量かと思います。そういったね、方にねおすすめしたいカップケーキかと思います。1食あたりタンパク質が 16.1g 取れる B レジェンドプロテインカップケーキ激うまチョコ風味、もう本当にね、ダイエット中であったり減量してる、ボディラインが気になるっていう方のね、間食に最適な商品に仕上がっておりますんで、ぜひお試しください。それではね、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。